篠田洋介は日本の政治家、元衆議院議員、北海道北見市出身、北海道北見北都高等学校、名古屋工業大学機械工学科卒業。1996年から武部、務衆議院議員の施設秘書を2001年から公設秘書を務める。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では自由民主党公認で、 愛知一区から出馬。愛知一区では、同区に強固な地盤を有する民主党の河村隆に敗れるが、重複立候補していた比例党会ブロックで復活し、初当選した。当選後は83回、山崎派に所属。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、名古屋市長に転身した河村に代わって出馬した、河村の元秘書、佐藤優子に、 愛知一区で敗れ、比例復活もならず落選した。2009年11月、党本部に離党届を提出し、自民党を離党。翌2010年3月、みんなの党に入党した。第22回参議院議員通常選挙、愛知県選挙区にみんなの党公認で出馬した、薬師寺道代陣営の事務局長を務めた。2011年、 みんなの党愛知県第三区支部長を辞任。みんなの党、薬師寺道義を、養立参院選愛知選挙区、中日新聞。 http://www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ ck2010031302000140.html2010 年3月17日閲覧朝日新聞2010年7月7日、勇刊8ページ朝日新聞2011年8月10日、 長官34ページ、ありがとうございます。